昨日7月4日、東京都議会選挙の投開票が行われました。今日の新聞を見ますと、一面の見出しとして、自公過半数届かずというのが読売産経朝日毎日、まあどこも似たようなもんでしたよ。前回2017年の選挙では小池旋風があったんですよね。その結果、都民ファーストが大躍進をして自民党がボロ負けしていました。今回はその雪辱を果たす形で議席を増やすだろうと思われていたんですけど、まあ、都民ファーストかなり健闘していますね。最終的な議席として読売新聞がまとめたものを見るとこのようになっています。ご覧いただいてわかるように自民党が8議席増えていますよね。ただ、まあ、勝利かっていうと微妙で、ボロ負けした前回よりさらに前、2013年に遡ると59議席もあったんですよ。それだけの勢力があって、前回ボロ負けして今回は50議席いけるんじゃないかっていう楽観論もあったそうなんですけど、結果的には33議席と、いろいろ考えると随分勢力落ちたなと思いますよね。都民ファーストは前回のボロ勝ちが異常だったので、今回は落ち着いたなと思いますけど、かなり健闘しています。新型コロナウイルスの影響っていうのも終盤結構あったんじゃないでしょうか。東京で少しずつ感染者が増えていきましたよね。それで五輪の無観客開催を掲げる都民ファーストが支持を広げたなんていう見方もあります。他の党でいうと立憲民主なんて議席がほぼ倍になっていますし、共産党なんかも議席を一つ増やしています。これは衆院選に向けて自民党もぼーっとしていられませんよ。そしてやはり注目すべきは公明党ですよね。今回も安定の全員当選を果たしています。これ何気にすごいことですよね。だって選挙って、まあ、票読みをしてだいたいこれぐらいでいけるだろうということで出すわけですけど、公明党それが完璧だからこそ、このように全員当選になると。昨日ネットで話題になってましたけど、公明党の石井幹事長が今回の結果を受けてテレビで創価学会に感謝の言葉を言ったんですよ。バレバレのカツラみたいなもんで、みんな分かっちゃいるんだけど、なんかこうちょっと一線を引いていた部分あるじゃないですか。それを幹事長が露骨に言っちゃうってのが、まあ、斬新というか、いやそれでいいんでしょうか。ですから考えてみると、まあ、日本っておかしな状況にあるんですよね。日本の政権与党の一角って宗教政党なんですよ。あれ、 あと今回投票率も低かったですからね。 42.39%、 前回の選挙より 8.89 ポイント低くなっています。なんか公明党の話したら、うちのポコちゃんがクラチ君いますか、あれを思い出しましたね。ちょっと話取れちゃいましたけど、投票率が低くなると固定票を持っている公明党なんかはより盤石になってしまうわけですよ。ですから皆さん、選挙には必ず行きましょう。それにしても小池百合子都知事の、まあ、影響力というのはまだまだ大きいんですね。都民ファーストはもっと議席を落とすんじゃないかという見方もあったと思うんですけど、やっぱりね、終盤の百合子効果ですよ。小池さんなんて序盤療養していましたからね。実質最後の1日くらいじゃないですか、活動したのは。それでこの結果、まあ、療養していたっていうのが同情票を集めたっていうこともあるかもしれない。小池さんってネット見てるとあんまり人気ないようにこう思えてくるんですけど、やっぱね、世間一般の見方っていうのはそうじゃないんですね。6月末の朝日新聞の世論調査だと支持率 58% でした。この辺ギャップを感じますよ。改めて思い知らされますよね。その自分の見ている世界っていうのはあくまでも狭い世界であって、もっとこう、まあ、視野を広く持って考えていく必要があるんだなと。やはり小池さんというのは国政狙ってるんじゃないかなということも考えてしまいます。コロナでメディア露出もさらに増えていますからね。もはや小池百合子という女を知らない日本人いないんじゃないかっていうくらい知名度ありますよ。今回の都議選でも終盤に存在感を示しました。いや、終盤っていうより今回その療養していたっていうのが、その療養してるってだけで毎日取り上げられるじゃないですか。今ね、こういう都議選やってますと、一方小池都知事は療養中ですっていう、だからテレビその出てないのにテレビ出ちゃうっていう。衆院選に向けてこれからさらに慌ただしくなってくるでしょう。特に自民党は菅総理のままこの衆院選を戦えるのか、内部でごたごたになって、それでちょっと悪い方向に行ってしまいそうな気がします。本当に自民党はふんどしを締め直さないとですね、まあ、衆院選危ないんじゃないですかね。だから野党がクソっていうのはそうなんですけども、その野党がクソだとしても、その自民党も単純にダメじゃんっていうことになると、もう別のね、そして政界の動きって急に変わったりするんで、なんかね、誰かが、リーダーシップを取って新しい党を作るとかさ、もう時間がないから急にそんなことできねえよって思うかもしれないけど、
いやもう本当ね、政界って何があるか分かりませんからね。とにかく自民党としてはコロナ対策、まあ、特にワクチンの供給しっかりやるのと五輪を成功させること、あと大事なのは失言をしないことです。ということで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。